ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。え、ポンちゃん、ジャン君、昨日いただいたこのブラシ、すごいことが分かりました。というか僕が気がついてなかっただけなんですが、この針の先にですね、全部加工された丸いこの痛くないやつがついています。これ今までの多分商品だと、これが針のままになっていて、先が割とこうね、細い針なのでチクチクした感じがあったと思うんですけど、これ全然なし。すごい気遣い。まあこれで、猫さんの皮膚がどの程度その痛くないのかとか、その辺はまあ僕にはわからないんですが、人間の肌で試すと全然、従来の商品みたいな感じで申し訳ないんですが、これはちょっとガリッとした感じあります。なるほどね。ということで、あ、待って これをポンちゃん用として使わせていただきます。猫の頭になってるしね。これもそう悪くはないと思うけどね。そしてジャン君はこれが好き。うん、また毛が舞う。すごくたくさん毛が舞っているのに、クロケンパパの場合猫アレルギー、そんなにひどくならないのは、まあ薬を飲んではいるんだけど幸いでした。二人並んじゃって可愛いんです。ポンちゃんが甘えて寄ってきましたね、ポンちゃん、うん、可愛いです。この上からのアングルも撮ってください。可愛いんです。可愛い、寄り添う二人ジャン君、なんかいい陽気だね。暑くもなく寒くもなく、ちょうど眠いよね。ね、ジャン君。
ゃあ帰り、うん、帰り起きたの、起きたのね、こんな部屋で寝てたの。とりあえず文句言いながら来るのね。誰もいないって言ったよね、ポンちゃん誰かいないよって、ポンちゃんポンちゃん誰もいないんだけど、じゃあ起き抜けにポンちゃん専用ブラシ、はい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 、ところがこれはねつぶつぶついてるからね。痛くないけど。大丈夫なんだよ。いいのポンちゃん、よかったね、気持ちいいんだ。え、なんかあんまり逃げないしって言ったら逃げてるし。はいはい。あ、角ね。どうしても角が必要だった。はい。ポンちゃん、ひっくり返ってお腹やりたいな。こんな感じです。取れたね、ポンちゃん。片手でも取れる。ポンちゃん、よかったね。なんかあそこで爪を飛ぶのが好きになりました。片手じゃ開かない。はい。そして。ジャン君のところに行こうってことかな。え、ていうかポテチに乗るらしいよ。うん。お菓子に乗るの大好きだもんね。お菓子破壊怪獣だからね。そう。ポンちゃんはね、お父ちゃんのね、そのおやつに乗るのが大好きです。ジャン君。スナックのね、こうなんかちょっと空気感とかいいんだよね、きっとね。パリパリ。パンとか言ってあげてジャン君。顔です。かわいい。